皆さんこんにちは。ベーシスト、音楽クリエイターをやっておりますベンです。本日の動画ですが、練習に役立つアプリモイセスを紹介してみたいと思います。このチャンネルはベーシストの方々に向けて様々な情報を配信していくチャンネルです。動画を作るモチベーションにもなりますので、ぜひ高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてこのチャンネルで紹介させていただいているトランスクライブの譜面をノートというサイトで販売しております。概要欄にリンクを載せておきますので、こちらもぜひ購入いただきご活用ください。はい、ということで今回の動画なんですが、今回はですね、ちょっと機材の紹介っていうカテゴリーに入るかと思うんですけど、アプリの紹介ですね、こちらをですねやってみたいと思います。最近はですね、ネットでダウンロードするとかですね、あとスマートフォンを使っている方は、Apple Store とか Google Play でアプリをダウンロードして使うみたいな感じで、音楽のですね、活動に非常に使えるアプリっていうのがですね、たくさん世の中に出ていまして、僕もですね、パソコンだったり、あと携帯とかでいろいろなアプリをですね、活用して音楽活動をやっているんですが、今回紹介するアプリはですね、僕も知り合いから教えていただいたんですが、とんでもない機能をですね、いろいろ持っている非常に有益なですね、アプリがありまして、そちらをですね、今回紹介していこうかなというふうに思います。それでは、今回紹介していくアプリなんですが、モイセスというアプリになっておりまして、概要がですね、こちらの方にちょっと表示しております。こちらはですね、ミュージック AI という会社がですね、提供している音楽用のアプリになっておりまして、トラックの分離機能とかですね、あとコードの解析、それからテンポチェンジャーなどのですね、いろいろな機能を有した、音楽解析用になるんですかね、といったようなですね、ソフト、アプリになっております。でこちらのソフトのですね、すごいところっていうのが、一番最初に書いてあるトラックの分離機能ってやつなんですが、これはですね、巷にですね、存在する CD だったりとか、あとダウンロードした音源とかですね、ミックスされた状態の音源の楽器をですね、バラバラに分離してですね、でボーカルだけを除去するとか、あとギターとかピアノだけを除去するっていうことがですね、可能になるソフトなんですよね。でこういったですね、アプリとかソフトっていうのは、他にもあったりするとは思うんですが、このモイセスっていうやつはですね、その分離のさせ方がですね、非常にクリアというか、はっきり分けてくれるというような感じなんですよね。それではですね、このモイセスというソフト、言葉だけで説明してもね、ちょっとパッとイメージが湧きづらいと思うんで、実際にですね、こんな感じで使いますよっていうのをちょっと見てもらおうかなというふうに思います。でこちらのですね、ソフトを使う場合、やっぱ元になる、その、分離させるためのですね、音源が必要になってきますので、その曲をですね、著作権の関係とかもあってですね、人の作った曲っていうのは使えないので、僕がですね、以前の動画で使用したデモ曲っていうのを使って、ちょっと今回はお試しでやってみようと思います。じゃあまずはですね、その使っていくデモ曲なんですけど、それを聞いてみてください。このような感じになっております。ララ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 。はい、いかがだったでしょうか。今聞いてもらったのはですね、過去に8ビートのですね、アレンジとかをする解説の動画で使ったデモ曲なんですが、ロック系の8ビートのパターンですね、16小節ぐらいの曲になります。で、こちらですね、使用している楽器は、ボーカル、それからギター、ピアノ、ベース、そしてドラム、5つの楽器が、使われております。で、こちらのですね、曲を、モイセスというソフトで、ちょっと分離したりとかですね、いろいろな使い方をちょっと試しにやってみようと思います。はい、ということでですね、ちょっと始めていこうかと思うんですが、僕はですね、ちょっとこの iPad ですね、に今入れているので、この iPad でやっていこうかと思います。そして今ですね、iPad の画面をちょっと表示しながらやっていくんですが、ここにですね、今インストールしたモイセスのですね、アプリが入っていますね。で、こちらはですね、パソコンで使う方は、パソコンの、ミュージック AI のサイトですかね、モイセスのサイトでダウンロードするっていうような感じで、Android とかですね、iPhone 使っている方は、Google Play だったりとか、Apple Store から、無料で最初はダウンロードできます。そしてこのソフトですね、サブスクリプションと、あと無料版ってあるんですけど、無料版の方はですね、ちょっと機能が制限されているような感じになっております。ただですね、僕は特にサブスクで課金してはないんですが、全然無料版の方でも申し分ないぐらいの機能がありますね。ではですね、早速、アプリを立ち上げていくんですが、アプリを立ち上げるとですね、まずこのような画面が出てきます。
で、まずここの一番上のですね、まあ緑の丸でプラスって書いてあるところを押していただくとですね、自分が分離させたい音源ファイルをですね、選択するようになります。で、今日はですね、このファイルというところに入れているので、ここからですね、選びます。で、そうするとですね、この曲を分離させるためのフォーマットがここに表示されますので、これ無料版の場合はですね、一番上のボーカル、ドラム、ベース、その他というやつか、あとボーカルかインストゥルメンタルか、でこの4トラックにするか2トラックにするかっていうのをしか選べませんね。まあ課金すればですね、もっといろいろなパターンの、まあ、分離するフォーマットが選べます。では今回はですね、この一番上のですね、ボーカル、ドラム、ベース、その他というのを選んで、それから、送信というのを押すと、曲をですね、読み込んでくれます。はい、じゃあ今ですね、曲の読み込みが終わったので、この読み込んだ曲をですね、選択すると、ララ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 。このようにですね、読み込んだ曲がボーカル、ドラム、ベース、そしてそれ以外の楽器というふうに分かれた状態になっていて演奏されるようになります。そしてここからがですね、まあすごいところなんですが、このトラックを再生まずしながらですね、やっていくんですが、ここでボーカルのボリュームを下げて、このようにボーカルだけがですね消えてバックトラックのみになるっていう感じなんですね。それではですね、ボーカル元に戻してこの状態で他のドラムとかですね、ギターやピアノもこれに下げて、まあ、ベースとボーカルだけになったというような感じ でこのような感じでですね、分離させたトラックのみをですね、音量変更して、その楽器をですね、再生させないようにするっていうことが可能になる感じなんですよね。そしてですね、まあ、やっぱりベーシストにおすすめな使い方としては、曲を再生してですね、ベース以外のトラック全部下げてあげると、このようにですね、音がベースのみになって、非常にですね、耳コピーだったりですね、音の確認っていうのをやるときに非常にやりやすくなるんですよね。そしてもう一つですね、まあおすすめの使い方っていうのが、こういう感じでですね、このトラックからですね、ベースだけを弾いてあげるとベースが鳴らなくなるので、自分の好きな楽曲をですね、このようにベースを抜いてですね、自分の練習用としてトラックとして作っていくっていうことも可能になります。あとですね、他にも便利機能がたくさんありましてですね、このメトロノームのところですね、これメトロノームをオンにするとですね、楽曲とですね、同期してメトロノームが鳴ってくれるんですね。そしてさらにですね、このメトロノームボタンのですね、この下の方にですね、テンポを変更する箇所がありますので、ここをですね、テンポを遅くしたり速くしたりすることが可能なんですね。試しにですね、音のテンポから20下げてみた感じで演奏してみると、このようにテンポを変更してくれるというような感じになるんですね。そしてさらにですね、ここちょっととりあえず元に戻しておいて、ここのですね、音符マークみたいなのが右側にあると思うんですが、これをですね、設定変更すると曲のキーをですね、変えられることができます。で、今 A のキーになってるんですが、これをですね、例えば1音下げにして G のキーに変えるなんてこともできるんですよね。これで一音下げの状態になって演奏されるというような感じになります。そしてですね、まあ、冒頭からですね、ずっと上の方に出ているので皆さん分かったと思うんですけど、このプレイボタンのですね、下側にあるギターの指板のようなですね、マークですね、ここをですね、オンにするとコードをですね、検知してくれて、この上にですね、コードネームが表示されるという機能を付けています。こちらのですね、コードの検出機能なんですけど、これはですね、今回のような、まあ、基本的なベーシックなロックのパターンで、ボイシングがですね、単純なボイシングの場合はかなり正確に機能するんですが、まあ、ジャズだったりですね、ちょっとテンションノートがいっぱい入ったような、1、3、5以外の
ボイシングを使っている場合はですね、綺麗に検知してくれなかったりとかして、まあ変な表示になったりはすることはあるんですけど、まあポップスだったりロックのシンプルなコードだと割と綺麗に検知してくれます。あとはですね、もうこれもベーシスト以外の方も結構使うと思うんですが、他にも便利な機能がありまして、この左側のですね、なんか吹き出しみたいなマークですね。ここを押すとですね、歌詞をですね、自動で文字起こししてくれるっていう機能もあるんですよね。ラララララララ、ただ今回の曲の場合にはですね、あの全部ラララって歌ってますんで、あのラしか出てこないんですけど、こういう、あ、これですね、今ラと表示されてるんですけど、こういう機能もついています。そしてですね、こちらの右下の方のやつですね。これがですね、結構これも便利で、この右下のですね、あのループマークみたいなボタンを押しながら演奏させてあげると、はい、このようにですね、歌のある部分をコーラスというふうにですね、セクション分けしてくれて、歌が終わったところからですね、まあインタルードみたいなところをインストゥルメンタルというふうにですね、こうセクション分けを自動でやってくれるんですよね。そしてさらにですね、この例えばコーラスといって、まあさっき歌が入ってたところですね、歌の入ってた箇所のみを選択して再生すると、このようにですね、選んだセクションのみをリピートして繰り返してくれるっていうことができるんですよね。なので、まあ、ちょっと間違えやすいところが苦手なところを繰り返し練習するっていう時にも、使える機能になっております。はい、今簡単にですね、モイセスというソフトの使い方見ていただきましたけど、もう非常にですね、あのすごいソフトが最近はあるんだなというような感じですね。まあ僕も知り合いに教えてもらって最近よく使ってるんですけど、いやー、すごい便利な時代になりましたね。で、このソフトを使うメリットっていうんですかね、僕なりにですね、あの大きく3つあると思っていて、やはり耳コピーをする際にですね、非常にやりやすくなるっていう点がまず1点ですね。で、これはですね、もう本当ベースの音のみにしてあげると、他の楽器っていうのをかなり正確に分離してくれますんで、まあ、音の取り間違いとかも起きにくいですし、まあ、音も普通に聞き取りやすいですね。そして2点目としてですね、エレキベースの人とか結構参考になると思うんですが、好きなベーシストの音作りですね、こちらをですね、解析しやすいという感じなんですよね。やっぱりですね、他の楽器の音、ドラムだったりギターだったりが一緒になっていると、微妙にですね、そのベーシストの音作りっていうのがちょっとぼやけてしまって分かりにくいっていうところあるかもしれないんですが、これを使うとですね、ベースのみの、まあ、音源にできますんで、音作りのですね、自分の好きなベーシストに寄せるっていう作業も結構スムーズにいくんじゃないかなというふうに思います。で、最後3点目のメリットなんですが、こちらはですね、まあ使い方をやってる時に最後の方に説明しましたが、ベースの音だけをなしにして、自分の練習用のトラックとして使うっていう使い方も、非常にできますね。今までだって初心者の方とか CD をかけながら自分のベースも弾きながらっていう感じで演奏してたと思うんですが、そうするとですね、やっぱり、実際の音源に入ってるベースの音と自分のベースの音はダブルで鳴ってしまいますので、ちょっと若干ですね、やっぱ音が濁ってしまったりとか、そういうことがあると思うんですが、この、まあ、ソフトを使うことによってですね、自分のベースの音だけ で他の、楽曲の音源と合わせられるっていうことが可能になってくるので、まあ、その点でも非常にメリットを感じますね。それでは最後にですね、まあ、このアプリを使う時の注意点がありまして、それをですね紹介して終わろうと思うんですが、何かというと、楽曲の著作権にちょっと注意しましょうということですね。これはですね、まあ、どういうことかというと、まあ、先ほどの機能を使ってですね、まあ、家で一人で練習するっていう分にはですね、全く問題ないし、モイセスの規約上にもですね、そういう使い方をする分には問題ないって書いてありますんで、一人で使う分には全く問題ありません。ただ昨今はですね、好きなアーティストの楽曲、例えばですね、それのベースだけを抜いて、弾いてみた動画を作って、まあ、SNS に投稿するとかですね、あとはですね、やっぱりこういうソフトが出てくると、こういうちょっといけないことを考える人がね、いらっしゃると思うんですが、好きなアーティストのですね、まあ、自分がベーシストなのでピアノとかギターフレーズを抜いて、まあ、自分の楽曲に取り入れて、でその楽曲を自分の楽曲として販売するとかですね、でこういうことをですね、ちょっとやってしまうと著作権法にですね、まあ、当てはまってしまう可能性があるんですよね。なので、ご自身でですね、こういう動画に投稿するとか、あと自分の曲に、まあ、フレーズを取り入れて使いたいっていう場合にですね、どのぐらいのことをやってしまうと、ちょっと違法なのかなっていうのは十分ご自身で調べてから自己責任でですね、やっていきましょうということですね。本日の動画は以上となります。練習におすすめなアプリ、モイセスの解説、参考になりましたでしょうか？
今回紹介したこのモイセスですね、まあ、こういう便利なソフトがですね登場してくると、こういうソフトを使うと下手になるとかですね、良くないとか、これは音楽を冒涜していますとか、なんかちょっと批判的なですね意見をね言われる方っていうのもちょっといらっしゃったりします。ただですね、まあ、昨今の、まあ、この音楽に限らずですね、AI の登場だったりとか、テクノロジーの発展でですね、こういったですね、流れっていうのは、もう一個人のミュージシャンだと止めることはできない流れになってきています。なので、まあ、絶対使わねえよっていうのはね、まあ、もちろんそれは個人の、自由なんですが、まあ、ちょっとだけですね、使ってみて、取り入れられるところが少しでもあるんであれば、取り入れて、その今まで自分でやってきたことと、こういうテクノロジーをですね、まあ、ブレンドさせてやっていくっていうのがですね、まあ、いいのかなというふうに個人的には思っております。また何かわからないことや質問等がございましたら、お気軽にコメント欄の方にコメントをお願いいたします。そして、まあ、今回の短い動画だと、よく使い方がわからなかったというような方は、概要欄に私の教室のリンクを貼っておきますので、ぜひ私のベースレッスンの受講をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。